ごいじゃないか、大したもんだ。まさかこれまでの偏見。牛使いやろ、親分の前にオイラが言ったことはお前が覚悟しや。間違いない、あまたの試練を乗り越え、お前たちの赤紅一書も強くなった。少なくともその勢いは電気少子を破った時をはるかに超えてる。ほう、なかなかいい目してんじゃねえか。まあ最大の功労者は指揮を取ったこの俺様だけどね。なんだ人手不足。あんたはどうでもいい。キャッキャと騒ぐこの金髪のお姉ちゃんからは強者の風格がにじみ。ニヒヒ。ああ、俺様のダチコは確かに強えが、今回は新竹の助っ人だ。そうだな、新竹。もしオイラたちの願いを聞き入れ。おいおいおい、おめえ俺様が諦めなさい。お姉ちゃんの俺様と白鉄地見つけを教えたコツを思い出せ。隙を見てこいつを打ち負かしてやる。寝言は夢の中で言いなさい。逃げる機会なんて与えないよ。
こだわりがない。何ブツブ君たちの嫌なこと。ダチコ聞いたか、お前のことが手軽そうだってよ。こいつこいつらと花角玉鬼カブトムシ同士の決闘は鑑賞性と芸術性を兼ね備える必要がある。君たちには理解できないようだけど。まあそんな大層なもんじゃないだろう。オイラは爽快感と楽しさが一番重要だと思うぞ。ただ鑑賞するためってだけじゃ演劇になっちゃうじゃんか。ああその通りだ。白鉄ビスケもよく分かってんじゃねえか。ダチコおめえがこいつに教えてやれ。空をかける白鉄ちびすけよ、電気少子の仇お前を任した後、このわしが荒滝派を全員一人ずつ打ち倒して。うわぁ今回は大人だけどなんか白鉄ちびすけ、相手はお前をごし赤目に一生連れて。逆に重くなる。うちの赤目日射には到底及ばないはずだ。お前たちの弱々しい鬼カブトムシではわしに勝つどころか、それをもらってもカゴの無駄遣いになるだけだろうな。
ぶと。お前らの親分はどいつだ？前に出てこい！この俺！うわぁ！は礼儀のなってないやつだな。しかも、よし！この俺つ背が高い。こんな顔もて。なんだと、虫相撲の生きってもんがわからねえ。そうだそうだ！仕方ない。虫相撲を見くびるんじゃないぞ。なんちゃらかんちゃらっしゃ。オイラだって今はちゃんと虫相撲の楽しさが分かってるからな。楽しいだけじゃねえ。虫相撲にはみんなが強くなりたいっつう願いが込められてる。そして奮闘する精神もな。これがわからない奴には虫相撲をやる資格なんてねえ。ちこの俺が言い合いで負けるなんて。でも口先だけじゃ。Thank you.
るほど、そ試合の勝めったにお目にへだが俺様の腕のうしつそうかい虫相撲のいつの日かお前もわ俺様と500なんふんだろ守るおやぶんうわぁまさか今までずっとここでよし俺様が特別もし望むところだあダチコーニ空飛ぶちびすけやっとき、なんでま、それは一旦ラーメンも、ひひそこなくっちゃいやいや、だって、幸い、花形玉将は、そのおごりを、だが、その時はき、今回は。ひひ牛使い野郎も思う存分楽しめたし。おやぶん、おやぶん、忍の姉子からの手紙だ。見てくれ。って、あれえなんかあったのか？いや、大したことじゃないんだが、ちょっと詳しくはこ…え？つまり、花門玉将って、荒滝派の協力者なのか？忍の予想通り、結局、オイラたちに、荒滝ご、こうしてみる…おる？そういえば、まさか…
Thank you.